ホーム吉野生駅は愛媛県北上郡松野町吉野にある四国旅客鉄道予土線の駅である。駅番号は G37 相対式ホーム2面2線を有し列車の交換が可能な地上駅。木造駅舎が一部解体された状態で残っている。無人駅となっている。駅舎側のホームが一番乗り場である。なお、 宇和島側から一番線に入ることも可能のようである。1日の平均乗降人員は以下の通りである。2012年9月19日に国道381号、松野東バイパスが開通し、駅の北側を通る。旧道は駅の南側を通っていた。普通列車のみ停車する。ABCDFGE e 市の明ら、停車場変遷大事典。 国鉄、JR 編 2JTB、1998年、646ページ。ISBN 978から4から533029806。日本国有鉄道工事第436号、官九1971年11月6日。通報、海岸寺駅ほか25駅の駅員無配置について。 鉄道広報日本国有鉄道総裁室文書化、1971年11月6日、8面。駅別乗降客数マップ -2019 年7月4日、閲覧国土数値、情報駅別乗降客数データ国土交通省、2021年4月18日閲覧、一般国道381号、松野東バイパス愛媛県。ありがとうございます。